カレー探偵のやみちゃんです。今日はですね、マトンサンワラ、今日はですね、いつもはパラクほうれん草使ってるんですけど、今日は菜の花油菜を使っているということで、味は深みを感じますね。これは大人の味という感じで、僕はこっちの方が好きです。で、ほうれん草はパラクって言いますけど、サグの方は、一般的に青い油菜とかからし菜なんか全般を指している言葉になります。そしてこちらは、ベーガンフィッシュ、そして、闇ラジャ気分なのでマトンドピザも頼んでしまいました。どこまでも貪欲な闇です。じゃじゃん。